旅のグッズは100均で揃える、うん、今日はですね、僕の旅グッズをちょっと紹介したいなと、まあ、この間カバンをね紹介しましたけど、基本ね、もう気づけば100均ばっかりで、このエア枕も100円やし、このバンダナ、赤いバンダナも100円やし、はい、で、こういうね、鍵も100均やし、鍵がね、たまにね、取られるの、あの自転車のやつとかも持っていくんだけど、たまにね、空港で荷物検査の時取られて、で、まあ、これ結構便利ね、ペットボトルを、パチッと止めるホルダー、ペットボトルホルダー、これね、結構、役立ちます。で、あとは、こういう服をこう、ぴょーって縮ます、いや、これも100均だし、あ、そうそう、これね、サングラスのクリップ型のサングラス、普通のメガネにこうやってやるサングラスとかね、あとは、そうそう、こういうの、ね、こういうの、電源のタップがね、これも100均で、じゃこの、5種類あればもう世界中どこでも OK、 これで500円やね、うん、本当に安い。最近は本当携帯にしろパソコンにしろ、全然こうだけで充電ができるから変圧器はいりません。はい、ね、本当の100均万歳だね。100均といえばね、ダイソーだね。ダイソーね、意外ともう世界中にあって、アメリカはもちろんなんだけど、他で珍しいとこで言うと、ミャンマーとかね、ミャンマーめっちゃあったしね、あとドバイにもあったかな、ドバイ、その世界中のダイソーで、やっぱ日本が一番110円、世界一安いんちゃうかな、これね、ダイソー、ほんと、この、何、折りたたみハンガーとかのダイソー、これ結構使える。ね、何だろうな、結構もうダイソーだらけですね、うん、まあでも本当皆さんダイソーにちょっとエコツーリズムじゃないけど、ダイソーにちょっと回ってみて、あ、これ旅に使えんちゃうかなみたいなのがたくさんありますね、本当に、ということで GoTo100 均キャンペーンおすすめです。